アイオワ州の歴史、アイオワ州の歴史、アイオワ州の歴史では、主にヨーロッパ人がアメリカ合衆国アイオワ州に入ってきてからの歴史を解説する。アイオワ州となった地域に最初に入った人類は、パレオインディアンの可能性が最も強い。これら古代の人々は、氷河期の終わり頃、紀元前9500年から同7500年頃にアメリカバイソン。 マンボス及びマストドンなどの動物を狩りしながらアイオワを通った。古期前期、すなわち、紀元前7500年から同5500年頃に、季節によってアイオワに少数の人々が住んだ証がある。これらの人々はアイオワで持続的に住んだ最初の人々であり、その存在を示す人工物を残している。古期後期、紀元前2500年から500年頃までに、 アイオワに住んだ人々の人口が増加し、高級的集落や埋葬地が現れてきた。1673年以前、アイオワの地域は長い間多くのアメリカ州の先住民族が住んでいた。様々な時代におよそ17の種族が住んでおり、アイオワ族、ソーク族、メスクワキ族、多くの文献では、フォックス族と呼ばれた、ー族、ポタワトミ族、オト族及び、 水入り族などである。1673年、フランス人、ジャック・マルケットとルイ・ジョリエがアイオワを訪れた。フランスはこの地域を、フランス領ルイジアナあるいはヌーベル・フランスの一部と考えた。1762年、フランスは密かにルイジアナをスペインに割上した。1800年スペインは、また密かにルイジアナをフランスに戻した。 1803年フランスはルイジアナをアメリカ合衆国に売却した。ポタートミ族、オト族及びミズーリー族インディアンは自分たちの土地を1830年までに合衆国政府に売却し、ソーク族やメスクワ貴族は1845年までこの地域に泊まった。数族の三帝体が1851年に合衆国政府と条約を交渉した最後のものとなった。 ミシシッピ渓谷上流では、ソーク族とメスクワ貴族が最大で最も強力な種族だった。彼らは早くにミシガン地域からウィスコンシンに移動し、1730年代までにイリノイの西部に居所を変えた。そこでは、ロック側やミシシッピ側に沿って集落を構えた。毎年その集落に住む期間は数ヶ月だけだった。他の期間はイリノイの西部やアイオワの東部で、 飼料魚老や、食料や、家庭用の道具を作るための物資を採集して歩いた。毎年春、この二種族は、北のミネソタ地区に動き、風の木を切って、シロップを作った。1829年、合衆国政府はこれら二種族に、イリノイの西部にある集落を引き払い、ミシシッピ川を越えて、アイオワ地域に移動するよう伝えた。 合衆国政府は1804年の条約に基づいて、イリノイの土地の領有権を主張した。移住は行われたが、暴力沙汰がなしにというわけにはいかず、総区族の尊敬を集めていた、州長ブラックホークが渡るに抗議して、1832年に、イリノイの総クの奥集落に戻って、その所有権を主張した。それに続く3ヶ月間、イリノイの民兵隊が、ブラックホークと、その一隊、 約400名をミシシッピ側の東岸に沿って追いかけた。ブラックホークたちはウィスコンシンのバットアクス川で降伏したが、その数は約200名に縮小していた。この事件はブラックホーク戦争と呼ばれている。この抵抗に対する懲罰として合衆国政府は、総ク族とメスクワキ族にアイオワ東部の土地を手放すよう要求した。この土地はブラックホーク買収とも呼ばれ、 ミシシッピ側に沿って50マイルの幅で、ミズーリ州との境界から、北アイオワのファイエット軍とクレートン軍にまで伸びていた。今日、アイオワでは唯一、メスクワ貴族の集団が、多摩郡メスクワ貴居留地に住んでいる。ソーク族とメスクワ貴族の大半がイリノイから出て行った。あとも、メスクワ貴族の何人かは、ソーク族の少数のものと共に、アイオワ東部に狩りや釣りのために戻った。 彼らはジェームズ・グリムズ知事に接触して元の土地を買い戻したいと許可を求めた。彼らは初回の土地購入に735ドルを集め、最終的には約3200エーカーの土地を買い戻した。アイオワでの最初の公式アメリカ人開拓は1833年6月のブラックホーク買収の時に始まった。アイオワの初期開拓者は大半がオハイオ州。 ペンシルベニア州、ニューヨーク州、インディアナ州、ケンタッキー州及びバージニア州から移住してきた。新規入職者の大多数が家族で移動してきた。ほとんどの家族は生まれた州を離れてからアイオワに到着するまでに少なくとも一つの州に住んだことがあった。アイオワに到着するまでに3度4度と居所を変えた家族もいた。それと同時にあらゆる家族がここで定着したわけではなかった。 多くのものは、間もなく、グレートプレーンズのダコタや、その他の地域に移転していった。開拓者たちは、東部でよく知っていた環境とは、アイオワの環境が異なることが分かった。アイオワの北東部と南東部は、森林が茂っていた。そこの開拓者は、住居、外交及び、柵のための資材があった。さらに木材は豊富な燃料としても使えた。 アイオワ東部を過ぎれば高い草の生える草原が広がっていた。最東部や南東部及び河川に沿った地域では樹木が豊富だったのに対し他では限られていた。アイオワの南部では河川に沿って石炭の露出層が見出された。アイオワの東部や中央部の大半では開拓者たちが丸太小屋を作るために豊富な材木を見つけられたが、 燃料や柵にする代替材を見つける必要があった。燃料には乾燥させた草原の干し草、とうもろこしの保軸及び乾燥させた動物の糞が用いられた。樹木の少ないアイオワの北西部に入った人々は、芝戸の家を建てた。初期芝戸家屋の住人が、その新しい住まいについて、芝戸は安いだけでなく、冬暖かく夏は涼しいと三次の言葉で書き残している。 虫、匂い、あるいは耐えることのない埃、り、湿気及び暗さについては、褒め言葉もなかった。開拓者たちは、飽きることなく柵の代替材も実験し続けた。石の壁を作った住人がおれば、土壁を作った者もおり、また溝を掘った者もいた。最もうまくいった材料は、大星寺オレンジの垣根であり、1870年代までに、有志鉄線の発明で、 農夫たちに満足いく作の材料を供給できることになった。19世紀半ばに多くの開拓者がアイオアに流入し、あらゆるものが共通して適切な輸送手段の開発に関心を抱いた。初期開拓者はミシシッピ川を船でニューオーリンズまで下って、その農業生産物を生んだが、1850年代までにアイオアの人々は国全体の鉄道フィーバーにとらわれた。 合衆国で初めての鉄道は1831年のボルティモア近くに作られ、1860年までにシカゴには一ダースモの路線が集ま。アイオワの人々は他の中西部住人と同様に自分たちの州にも鉄道建設を開始することを絶望するようになった。1850年代初期、川に沿った地域社会であるダビューク、クリントン、ダベンポート及び、 バーリントンといった都市の役人たちが地元の鉄道会社を組織し始めた。都市の役人たちはシカゴから西の鉄道建設は間もなくこの4市のミシシッピ川対岸まで届くことを知っていた。1850年代に計画された鉄道は結果的にイリノイセントラル鉄道の開発につながり、シカゴノースウェイスタン鉄道は1867年にカウンシルブラフスまで伸びた。 カウンシルブラフスはユニオンパシフィック鉄道の東の終点と考えられ、結果的に合衆国に西半分に伸びるセントラルパシフィック鉄道とともに初めての大陸横断鉄道となった。少し後には5本目の鉄道シカゴミルウォーキーセントポールパシフィック鉄もその州内を通る路線が完成した。アイオアを通る5本の鉄道の完成で大きな経済的変化がもたらされた。 特に重要なものは、アイオワが一年中いつでも旅できることだった。19世紀後期と20世紀初期では、アイオワの小さな町でも1日6便の旅客列車が走った。蒸気船や駅馬車が早くから輸送手段になっていたが、どちらも天候への依存度が高く、蒸気船の場合、川が凍れば全く動けなかった。鉄道は、アイオワの農夫にも一年中輸送手段を与えた。 シカゴに鉄道が集まって流盛すると、トウモロコシ、小麦、牛肉及び豚肉などアイオワの農夫が生産したものがシカゴを通って、国を横切り東海岸の海港に運ばれ、そこから世界中に積み出された。鉄道はアイオワの工業部門にも大きな変化をもたらした。1870年以前、アイオワ州東部にはいくつかの製造業があり、 特に鉄道の一年中輸送によって恩恵を受けた。新しい製造業の多くは農業に関連があった。シーダーラピッツでは、ジョン・スチュアートとロバート・スチュアート兄弟がそのいとこ、ジョージ・ダグラスと共に、オート麦の生成工場を始めた。時代が移ってこの会社は、クエーカー・オーツと名前がついた。1870年代には、州内のいくつかの場所で、食肉加工工場も現れた。 シンクレア食肉加工はシーガーラピッツに開設され、ブージアンドカンパニーはスーシティで、ジョンモレルアンドカンパニーはオッタムアで創業を始めた。アイオワは1846年12月28日に合衆国29番目の州に昇格し、国内に生まれたものも、また外国で生まれたものも多くの開拓者を引き付け続けた。この頃、州北西部のみが辺境として残っていた。 アイオワ州は、リンカーンと共和党を圧倒的に支持して、南北戦争の間も北軍を支持した。ただし、南部生まれやカトリック教徒の開拓者の中には、強い反戦、カバーヘッド運動があった。州内で戦闘はなかったが、州からは大量の食料を軍隊や東部の市に送った。七万五千名以上が従軍し、多くの戦闘部隊は西部の軍隊につけられた。 一万三千一名が負傷であるいは病気三分の二が死んだ。八千五百名が負傷した。アイオワ州では募集より二万人も多く集まったので徴兵は行われなかった。南北戦争はアイオワ州に少なからぬ変化をもたらしたが、おそらく最も目に見える変化は政治的闘争の場であった。1840年代、アイオワの人々は民主党に投票していたが、 ホイック等支持者もいた。しかし1850年代、州の民主党はいくつかの重大な内部問題を抱え、全国の民主党もその必要性に応えることができなかった。アイオワの人々はすぐに新しく起こった共和党を支持するようになった。新しい党は奴隷制に反対し土地の所有、金融及び鉄道を促進した。ジェームズ・グリムズの西暦はこの変化を表している。 1854年、アイオワの人々はグリムズを保育党公認として知事に選出した。2年後、グリムズは共和党公認で再選された。グリムズは後に共和党のアイオワ州、選出アメリカ合衆国上院議員になった。共和党は1850年代の修正会を支配し、すぐにいくつかの変化を起こした。州都アイオワシティからデモに移し、 アイオワ大学を設立し新しい州憲法を定めた。南北戦争中、多くの民主党員は反戦のカパーヘッド運動を支持した。1850年代から20世紀に入るまで、アイオワの人々は大半が共和党支持のままであった。1889年に一度だけ民主党のホレースボーイーズが知事に選ばれ1891年にも再選された。 歴史的に民主党は特にミシシッピ側に沿ったドイツ人地域で強かった。ドイツ人カトリック教徒の多いドビューク氏は民主党の強い基盤であり続けた。一方ヤンキーやスカンディナビア人、またクエーカー教徒は圧倒的に共和党支持だった。幾人かの共和党員はワシントンでも指導的な立場となり、特にウィリアム・ボイド・アリソン。 ジョナサン・ピード・リバー及びアルバート・ベアード・カミンズ各上院議員、さらに下院議長のデイビッド・ヘンダーソンは著名だった。女性たちは女性参政権をアイオワの検討課題に乗せ、特に女性キリスト教徒禁酒同盟の動きが目立った。1860年代後半と1870年代に一般にあった改革機運を保つ中で、 この問題は1870年の連邦議会両院が女性参政権に関する憲法修正条項を可決した時に初めて重要な検討が行われた。しかし2年後、議会で一般投票に送る前にその修正条項を再度検討しなければならなかった時に興味が絞み反対が広がって修正提案は破れた。最終的に1920年になって、 アイオワ州は合衆国の他の州と共に女性参政権を認めた。南北戦争後、アイオワ州の人口は劇的な増加を続け、1860年の67万4913人から1870年の119万4020人にまでなった。さらに、アイオワ州の民族構成もかなり変化した。南北戦争前、アイオワ州は、 外国生まれの開拓者を引きつけたが、その数は少数に止まっていた。南北戦争後、移民の数が増加した。1869年、州はアイオワ州移民の故郷と題する66ページの小冊子を発行することで移民を奨励した。この小冊子にはアイオワの自然、社会、教育及び政治が生じずされていた。州議会はこの小冊子を英語、 ドイツ語、オランダ語、スウェーデン語及びデンマーク語で発行させるよう指示した。アイオワの豊かな農園と繁栄する都市は多くの移民を引きつけることに成功した。ドイツ人は最大の集団であり、あらゆる軍に入植したが、特にミシシッピ川沿いが多かった。大多数は農夫になったが、また職人や商店主になった者も,も多かった。トゥビュークとダベンポートがその中心だった。 さらにある者は新聞を編集し、教師となり、銀行を経営した。大きな集団としては、アイオワサイノドルーテランズ、ミズーリサイノドルーテランズ及びローマカトリック教徒であり、メソジストやバプテストもいた。ドイツ人は職業、宗教及び入植した地域で大きな多様化を示した。アイオワ州にはヨーロッパの他の民族も多くを引きつけた。スウェーデン人、ノルウェー人、 デンマーク人、オランダ人、およびブリテン諸島からの多くの移住者だった。1900年以降、ヨーロッパ南部や東部からの移民もあった。多くの場合、移民の集団は特定の場所、さらに職業ですら識別された。ノルウェー人を含むスカンディナビア人はウィネシーク軍とストーリー軍に入植した。スウェーデン人はブーン軍に入植した。デンマーク人はアイオワ州南部に入り、 ほとんどが農業に携わった。オランダ人はアイオワ州内に二つの大きな入植地を作った。最初はマリオン郡であり、次はアイオワ州北西部だった。ヨーロッパ南部と東部の移民、特にイタリア人やクロアチア人はアイオワ州中部と南部にばらまかれた炭鉱に入った。しかし、1925年頃からアイオワ州の石炭業は衰退を始めた。 1950年代半ばまでに州内には地下行動式炭鉱が数カ所残るのみとなった。19世紀後期から20世紀初期にアイオワに移住したアフリカ系アメリカ人の大半も炭鉱労働者になった。南北戦争前、アイオワ州には少数のアフリカ系アメリカ人しかいなかったが、1880年代にその数は著しく増加した。 初期アフリカ系アメリカ人の多くはアイオワの炭鉱運営者によってストライキ破りのために雇われた。しかし、その後の数十年間で炭鉱運営者は通常の交付としてアフリカ系アメリカ人採用した。1917年、アメリカ合衆国は第一次世界大戦に参入し、農夫をはじめあらゆるアイオワ州の人々が戦時経済を経験した。 農夫にとって、この変化は、重要だった。1914年に戦争が始まって以来、アイオワ州の農夫は、経済的繁栄を経験した。農夫ならどこのものでも、その生産量を増やすことで、愛国者になることを奨励された。農夫たちは、多くの土地を購入し、戦争遂行のために、トウモロコシ、牛肉及び豚肉の生産を上げた。農夫として、 活動を広げ利益を上げ、それと同時に連合国を助ければ何も失うものはないように得た。しかし、戦後のアイオワ州農夫はすぐに農業補助金が外されることを経験した。1920年以降、多くの農夫は戦中に導入した負債の返済に急した。1920年代はアイオワ州の農家やその他多くの家庭にとって厳しい時代であり、 その苦しさは1930年代まで持ち越された。経済的な困難さが悪化するにつれて、アイオワ州の農夫は地元での解決法を見つけようとした。著しく低い農産物価格、例えばトウモロコシは1ブッシェル10セントで、豚肉は1ポンド3セントだ。が、そのような事態に直面したアイオワ州の農夫たちは、ファームホリデー同盟に加盟した。この集団は、 数式周辺で最大の力があり、市場から農産物を控えようとした。彼らはそうすれば、農産物価格が上がるものと考えた。ファームホリデー同盟は、多くの農夫が協力せず、出荷制限も価格を上げる効果がほとんどなかったので、成功とは言えなかった。連邦政府が、フランクリン・ルーズベルトのニューディール政策の一環として、連邦農業補助プログラムを創出したので、 1933年までは農家の苦境が幾分緩和された。1933年、アイオワ州生まれのヘンリー・ A ・ウォレスが農務長官としてワシントンに行き、新しい農業政策のための基本立案者として働いた。ウォレスは中西部で指導的な農業士、ウォレス・ズ・ファーマーの元編集者であり、農産物生産量を削減しさえすれば、 農業に繁栄が戻ってくると信じた。さらに、農夫たちは農業用地を生産調整し、それに対して保障されるべきと考えた。この二つの原則が1933年に成立した農業調整法に盛り込まれた。アイオワ州の農夫はこの法制化によって幾分の回復を経験したが、他のすべてのアイオワ州民と同様、 1940年代まで完全な回復はなかった。アイオワ州で唯一のノーベル賞受賞者、ノーマン・ボーローグがアイオワ州立大学で予算化した研究で植物遺伝学の研究をはじめ、メキシコにおける米の品種を改良させ、これがヘンリー・ A ・ウォレスの仕事から出てきたことは注目に値する。ウォレスとボーローグの仕事は現在、 デュポンのパイオニアハイブリッド部門という国際的に重要な農業企業を作ること貢献した。高い生産性のある食品の遺伝子操作における長期開発について司法の判断は出ておらず、農業機質の遺伝子操作に強く反対する者はいるが、人間の農業の歴史で確かに大変重要な発展ではある。第二次世界大戦以降、アイオワ州民は経済、政治及び 社会の相当な変化を経験し続けている。政治の分野では、1960年代に大きな変化があり、酒にいっぱい売りが可能になった。19世紀から20世紀前半まで、アイオワ州民は禁酒法を強く支持したが、1933年に国全体の禁酒法は撤廃された。アイオワ州民は州の種類委員会を創設した。この集団は、 アイオワ州での種類販売について支配と規制に関わった。1933年から1960年代初期までアイオワ州民は放送された種類のみを購入できた。1970年代、衆議会による公平な議席配分の長い議論の後で新しい衆議会の再配分が行われた。その他の政治的な大きな変化は投票に関するものだった。 1950年代半ばまでに、アイオワ州は、100年間続いた、共和党の支配体制を終わらせ、二大政党が競い合う時代となった。経済部門でも大きな変化があった。1870年代に、最初の農業関連産業が始まり、事業や工場の数が徐々に増えていった。第二次世界大戦以降、特に製造工場が増加した。 農業が州の主要産業であり続ける一方で、冷蔵庫、洗濯機、万年筆、農機具及び加工食品など多様な製品が生産され世界中に出荷された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。